よし、撮った。撮り始めるよ。はーい。はーい。はい、どうも皆さん、こんにちは。ヒラと申します。今回はですね。完璧なオープニングだね。まあ、今回はね、お二人に、僕と同じ土俵に立っていただきます。はい、おい、ドラクエモークやるんじゃない。おせやん。あ、これはもう、はい、用意して。お気に入りチームあるじゃん、右の、はい、あそこで、はい、あの5番プラスとかで行ってもらって、はい、5番から5つチーム作ってある。え、だから今回はすでにチームを作ってあるから5つのチームだから、あのね、できればでもそれを1回はしてほしい。絶対にお気に入りチームやんで、えでプラスで下行って、あ、その5からマイナスを押すと上に行けるけど、マイナスを押すと上に行ける。で、その5から9までに自分がおすすめチーム作っときました。で、あの画面ちょっと見と、その一回止めて、画面十字キーあるやん、上右下左、これが1人1回だけ使えるっていうやつなの。これでやんのか。これでやっとった、いつも。あれ、インチキやってんの。それ、そうそうそう、あのインチキで。だからこれはね、分かりやすくしてある。今回は上が攻撃、相手にダメージ与える系、下があの勇気みたいなあれや、あの、はい、溜まってくるやつ。勇気は、あの勇気ゲージが溜まる系、はい、で左が回復、右が状態異常っていうふうにしてある。だから1人1回1回の対戦で1回しか使えやんけど、うん、そういうのでもう戦ってほしいと思います。まあ2割ぐらい分かった。 OK で、まあだから5から9の中で好きなパーティー選んでもらって、それで戦って、で全部ね、その系統は違うけど、上が攻撃、あの下が勇気っていうのは統一しちゃう。はい、はい、ご理解いただけましたか、ヨッピーさん、トウカさん。おお、なんだよ。いいね、結構ガチのパーティーだけで、ね、しかもあのゾンビ見たことあるの。おい、ドラクエウォークをしまいなさい。いいじゃないの。あ、はい、できればトバさんといてほしかった。そこはトバさんに。そこじゃなかったので、シオの方もありますちゃんと。あの、これであのインチキ原理は分かるはずだよ。で、5からね、ごめん、5からじゃないと作ってない。カーソル移動しないと。そう、お化けキノコのチ、あ、ごめん、8はないんだ。スーパーネタチ。だったら俺の、うん、あるよ、食べ物の恨みチーム。お化けキノコおるよ、トカの好きなオールよ。これで、だってこれで2人ともインチができるからね。攻撃を選ぶか回復を選ぶかっていう心理戦持っていける。そう、これをやってほしかった。いつもなんかさ、不公平な戦い仕掛けとるさ、自分。だって自分の取ったこともしょうがないでしょ。わ、まあ、かるじゃん。まあまあ、前回そうやってな。そう、前回そうでしょ。もう十分にお分かりいただけたら。博士の言うことわかるもん。お分かりいただけたら。そういうことよ。お願いします。敵に離れろ。でも待って、結構 HP が差があるな。弱え。まあね、まあでも HP だけじゃ決まんねえよ。おお、状態上攻め、すさまじい状態上攻めだな。で、どこでそのスペシャルカード、あのインチキを使うかって大事だよ。これ溜まれば勝ちだからね、状態上にいくらかけようが。こいつ見たことある。あとはもう、まだこれが一つで、あ、聞いた。聞いてる、聞いてる。聞くだけ、聞くだけいいよ。状態上のめね。いいよ、いいよ。おお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 。ちょっと待って、待って。よきチームが早くも、ね、状態上のめされておりますよ。ね、これやろ。あ、でも、それ混乱直したんじゃない。よおお。いや。いや、主人公やばいよ。突進して渾身の一撃を繰り出せ。やばい、うわぁ。違うやん。そう、だから十日さんのパーティーやと状態上かけて下のボタンで勇気貯めるやつあんねんけど、それで貯めてしまうのがいいかもしれんね。戦法的には状態上かけといて始めるうちは、相手動けなきゃだったらこれたまんないからね。そういう戦術もあるよ。おー、効くね。結構効くの。
トータさん好きだからな、お化けキノコ大好き。あ、失敗。いつまで撮んねん。しゃあない、眠たいんやろ。ああ、なるほどね。さあ、これはどうだ、これはどうだ。おお、キチンやる気やないな。まあ、ドラクエウォークやってるからな。起きるんちゃうこれ。あ、起きる可能性あるね。あ、寝とる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 。混乱か。そう、ゲージに今勇気の差に結構あるよ。だから勇気貯めた方が勝ちでもあるからね。だから HP 削りきれなくてもいいんだよ。おっと来た。なんか発動しとる。あ、攻撃系攻撃系だこれ。お見落したわ。おお、インチキ、インチキ系よ。HP 並べちゃうよ。出たよインチキ。トーカさんのインチキ攻撃で、このターン選べない技は、うん、そう勝手になったもん。そう、勝手になる。相手に分かんないでしょ、いつ使ったか、そのせいで、うん、あ、それだ。ぐるぐるほんあー、でもまあ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 、まだ分からない。体力全然分からない。でもまだまだ分かんない。ミスターいや、でもこういうもんだから。さあ、届くか。全然聞いてません複数回かけすぎかな、これは。いや、ヨッピーチームが削りきれる力あるからね。ケインはヨッピーチーム残ってるよ、インチキ攻撃。ヨッピーチームはインチキ攻撃ある。さあ、4ターン目。そんな使わないやろ。いや、これは心理戦だから。おまだ状態上で止めようとしてる。いいでも止め。まだ使ってないね、ヨッピーチーム。まだ温存してる。ゼルピーやめて、とどめやろ。効くねあいつ、返した方がいいよ。じゃ、行くぞ。ひらって、ひらって受けてるぞ、あいつ。あいつ、ボッカン。あんまりズシオマルが体勢良くないんだろうな、状態上。ハジャの怒りとか強いよ。うまいなぁ。ほうほう、HP の差がついたな。寝、ね、かしてる場合じゃないか。どうやろう。茨の体で締め付ける。いや、でもこれは次のターン削りきれんじゃない。これ次のターン削りきれると、ヨッピーチームはもう決めにくるやろ、これ。これは決めにくるよ。ほら、これ決められるんじゃない。あ、お、とどめ打ち、とどめ打ち。爪に使った。特殊なタイプ、これは追加攻撃、はい、その場じゃないその場ではない。でもこいつが動けば勝ちやわ。あ、こいつか勝ったわこれ。うん、追加攻撃で勝てる。あ、いや、いけるか、いける、追加攻撃で勝てる。ほらね、まあ、マジか。こういうタイプ。どこ押したのマジな。ないな。え、何を押したら、多分上でしょ。上だ、押したのは上だと思う。上は全部攻撃系だもん。流動弾かけやし。そうだよ、だから読み合いやろ。だから回復してもいいし、勇気貯めてもよかったよ。とこさん勇気貯めてはいけたかもしれん、あれは。攻撃打たんと。状態以上に頼りすぎた。悪くはないんだけどね、別に状態以上頼るのは。もうちょっと攻撃しなきゃ。